お笑いコンビエグジット兼近大樹リンダローが1日放送のアベマのニュース番組アベマプライム毎週月金木時後11時生放送に出演。インターネット空間の誹謗中傷をどうなくすべきかディスカッションをした。リンダローは SNS は使い方によっては狂気になる、寄ってたかって誹謗中傷している公開臨時のような状態だが、自分が危険なものを持ち込んでいるという認識がない人が多い。今の状況が続くのであれば、ナイフや拳銃のように規制していくしかないのではとコメント。対策として誹謗中傷する人をブロックしろというが、やっていくうちに心が折れちゃう。SNS の世界が全てだと錯覚してしまい、ここに書いてある通り僕が悪いのかもと思ってしまうこともあったと話した。ケンキンは、僕は情報開示請求をしたことがあると告白。すごく大変で、最低でも半年以上はかかるし、複数の場所に分散している情報をかき集めなければならない。だけどようやく相手にたどり着いたとしても、書き込んだ人はみんなが言っていたから疑わなかった、まとめサイトに書いてあったから真実だと思ったと謝って終わり。こちらとしては全く実りがないものだったと自身の体験を明かした。続けて、こういう人たちは自分は正しいことをしている、絶対にこいつが間違ってると信じ込んでいるから誹謗中傷はなくなるわけない。つまり SNS を見ない、誹謗中傷してくる人をブロックするという対処は根本的な解決にはならない。自覚なく攻撃を続ける人たちをどうにかしないとこの問題は終わらないと持論を展開した。